それではまたいつの日か実施されるかもしれない地の祝祭に向けて戦歴の討伐モンスターリストの豆知識を見ていきましょう。前回で植物系が一通り終わったので今回から物質系になります。物質系も結構多いですね。161種。一応多いのは獣系ですが、ドラゴンよりも多い。悪魔の方が多いのかな？なるほど。まあまあ、物質系3番目に多い感じですかね。ということで結構長くなりそうですが、まあ、順番に見ていきましょう。はい、お化けキャンドルからですね。お化けキャンドル、ずっと使われなかったろうそくが魔物と化した。メラを使ってくるので、火傷しないように倒そう。ということで、まあ、お化けキャンドルといえばね、ドラクエ5のレヌール城。あそこのイメージが強いわけですが、まあ、ドラクエ10では、クオンの森にしか出てこない。ということで、私、お化けキャンドルね、見破ってなかったんで、見破ってきたんですが、クオンの森に行くのが結構、ね、面倒でしたね。はい。ということで、芯がもったいないので、眠るときは火を消している。魔物の世界でも、エコの精神が浸透しているようだ。まあ、つけっぱなしだと、どんどん減っていってしまう、ということなんでしょうね。まあ、こうやって見てみるとね、ローが、ずっと、ちょっとずつ、飛び散っていますが、これ、何もしないでもほっといたら、燃え尽きてしまうということなんでしょうかね。はい。続いて、しびれダンビラ。全身に麻痺毒が塗ってある恐ろしい立ち風の悪魔。磨きをかけた体で出くわした旅人に切りつける。で、しびれダンビラを使えば、切ると同時に麻痺して痛みを感じないのではと、一部の医者が注目している。あー、なるほど。これ、どうなんですかね。医療器具として、自動で麻酔をしてくれる、そういう便利な刃物か。医療用メスというか、こんな感じなんですかね。でも、麻痺耐性とかあったらどうするんだとか。痛みを感じてから麻痺するんじゃないかとか、ちょっと、いろいろ、不安です。医者が、しびれダンビラを、自由で、ちゃんと、使いこなせるのかっていう。その辺の、不安もありますが、ちょっとまあ、できれば、医療用として、あまり使ってほしくないですよね。はい。ゴールデンパペット。金色に輝くボディを持った人形魔界のスター。だが、基本の不思議な踊りは決しておろそかにしない。なんか、結構、ゴールデン系だから弱い方になってるのか。強さ順にしてるのに。シビルダンビラとか、ゴールデンパペットとか結構強そうなやつが最初に出てきてます。不思議な踊りを、もう踊りますよと。誰もが憧れる黄金、金色ボディの輝きは、かつて魔界の園芸大会で金賞を受賞した証。これどういうことなのかな？金色ボディだから金賞を受賞するほどの、魔界園芸大会で金賞を受賞するほどの
踊りができたのか、それとももともと普通のね、人形だったのが魔界の演芸大会で優勝、金賞を受賞したから、金色ボディになったのか、これどっちなんですかね、ちょっとよくわからない。どっちとも取れるよね。よくわかりません。組紐小僧。かまってほしくて絡んでくる、いたずらっ子のモンスター。ハンマーで攻撃してきたり、ロープで締め上げてくる。高名な職人が編んだ組紐に魂が宿った。こう見えて、もともとは、セレブ御用達の、高級品。なかなか立派な紐だったんです。光栄な職人があんだ、なるほど。ゴールデンボックス。ピラミッドに隠されている秘宝に宿るという魔物。ヌラキーマを唱え、死を振りまき、北斎へ見ながら逃げていく。かつて秘宝の守護者は、黄金の秘宝を守るために、宝箱に呪いをかけた。今も呪いは洞窟者を毒牙にかけると。これ、ゴールデンパレットとかもそうなんですが、皆さん、どの程度倒したことあるんですかね。今だと、割と、ピラミッド、アンクとかね、ブローチとかも、いろんなコンテンツでもらえたりするし、それこそツールのね、お出かけピラミッドとかで、アンクとかブローチとかね、集められたりするし、ピラミッド自体行く機会が減ってしまっているかもしれませんが、このゴールデンボックスとかね、ゴールデンパペットとかって、ピラミッドで低確率で出現する、モンスター。たまにゴルスラとか出たかな。ピラミッド昔は、今じゃね、あんまり考えられないですけど、経験値もそこそこもらえるし、たまにお金も稼げるっていうのでね。ゴールデンボックス、ゴルスラ狙いでね、周回してる人もいたらしいっていう、そんな感じだったんですけどね。ゴールデンボックスとゴールデンパペットは、ピラミッドしか出ない。って感じですかね。ともしび小僧。怨念の炎を燃やし続けるろうそく型のモンスター。様々なフォースをまとい、切りかかってくる。実は魔物たちの心を癒す魔界のアロマキャンドル。なんか緑色の炎ですよね。緑色の炎ってどうやって灯ってるんだろうか。ちょっとあんまりわかんないんですけどね。科学的に緑色の炎ってあり得るんですかね。ろうが溶けていくほどになんだか嫌な匂いがする。アロマキャンドルなのに、ろうが溶けると嫌な匂いがするのか。嫌なアロマです。笑い袋。いつもニヤニヤ笑っている袋型のモンスター。いやらしい呪文でこちらを弱らせてくる。自分で言った寒いギャグにいつも大受けしてる。周りの視線には気づかない、ずぶとい神経の持ち主。これぐらいの気持ちでいた方がね、幸せなのかもしれませんけどね。ということで、今回この辺にしときましょうかね。今回笑い袋までなので、次回、マグダイマからですね。というところで、ありがとうございました。